てなんか、さあちょうど17時のチャイムキックオフです。大きく蹴り出していきました。埼玉市8番のサードを収めて伏せにスイッチ。川本です。ドリブル、持って上がります。さあシュートまでいけるか。うんと野戸に渡る、打ったシュート、まだある。戻してここに伏せ、戻します。つかみです、細かいボール、シュート。ーこれはボール1個分でしょうか。山本さん惜しかった。いやでも僕にそういう情報もいただけるとこうありがたいなと思って。それはあのサポーターの、おっとこれピンチになりますね。シュート、うん、大学まであの同期なんです。そうなんですね、うん、群馬でも活躍された高澤選手。さあチャンスになる、ヒールパス外から、うん、さあ足つき決まるか、シュート、ゴール決まった。宮澤が決めました。一回ちょっと空振り気味になりましたけども、うん、 その後諦めずに行きましたね。いや見事な先取点、前半の12分です。いやまた決めましたね、決めました宮澤博士が。ハットトリック、前回対戦も決めた男。再開しています。ミサイドからチャンスを作る、シュートのと、さあ飲水タイム後いきなりのチャンスでした。2番の音のシュートは入ったまま、少し出しどころがない形でしょうか。後ろで回します。チャンス、うんとこれキーパー正面になりました。通した、クスカミのドリブル、さあ見せてくれ11番、中にカットイン、ここに川本、サイドに展開、宮澤を狙ったボール通った、フリーですよ。さあ中に通る、もったいなかったですね。ずれましたね。戻ってきたクスカミ、持ち込む、持ち込む、エリア内、いい、ね、タッチ終わりました。ん、3人ですか、3人変えてきますかね。すごいですね、前半30分3枚替えですね。1点のリード、ライザーのクリア、ここを伏せ、川本がよく動く、音が収めて、ワンツー通った、赤本、さあ打てるか、シュート、まだあります。中には宮澤、シュート、残ってる。さあ田中だ、シュート、田中の右足、いや決めたい。いやいや本さん惜しかったですね。そうですね、知らせも載っていますので、ぜひキャプテン翼マガジン8月4日発売ということになっております、こちらもついておりますので、はい、ぜひお買い求めください。はい、以上お知らせでございました、はい、ありがとうございました、はい、トップスコアラー今日も1点決めています。注目です。折り返す、うんとよかった、ビー、うん、ナイスキーパー、ナイスキーパーです。シュートになる、スタミナボールを持って展開、右サイド田中、さあ中にはニアサイド宮川、ファーサイド流れる、うん、面白い、返してゴール前です。まだある、長くボール、シュート、相澤、ここで掴み、もう一度相澤、シュート、これはゴールキーパー正面、積極的に相澤選手打っていったという声もいただいています。さあふわっとしたボール、シュート、岡田を狙ってきた、さあ抜けて前で収める、2列目上がってきている、シュート、くさみ、ナイ
壁に当たりました。相手ドリブルで崩すのにすごく効果的だと思うんで、はい、そこを期待したいですね。飛ばれた、これはピンチになります。もうちょっと楽に崩したかったですよね。これは危ないですね。本当ここは少し遅らせたい、うん、中にフリーいますよ。クロスが上がるファーサイド、サイドに展開、それもマッチアップ下平です。しかし中でヘディング当てられましたからね、うん、なかなか流れ変えられないですね、ない、さあ岡田、さあ旗上がらない、さあシュートチャンスになる、シュート、よしボールが繋がる段階ですし、チャンス、いい位置で宮沢です。1対1になる、かわしく抜ければあ、粘った得点力が生きる、エリアだ、もうファールかですよね、うん、そうですね、レフェリーよく見てますね。大きな声を出したのは埼玉市の方でした。チャンスですよ、チャンスになります、宮沢縦に、通る、うわー、オフサイドかさあ狙っていこう、逆サイド動き出している村越、収められるか、シュートクロスになる、さあ、来た、来た、シュートクロスになる、さあ、来た、来た、岡田ですね、ゴールやりました。決めたのは9番の岡田翔平、9番の岡田翔平、今シーズン3ゴール目のゴール決めていきました。いや、ああいう泥臭いゴール欲しかったですね。ナイスゴール、素晴らしい、これはさあ、ここも行きたい、ニアサイドヘディング、さあ入った、溺れている、入ったでしょ、入ったでしょ、入ったでしょ、いないのか、いや入ったって言ってますよレフェリー、明日のとこは入ない、入った、今素晴らしい動きしてますね、明日のとレフェリーは、まあ、正直言うと今今旗上げてましたからね、旗上げてましたね、の判定はノーゴール、いやクロス、惜しい、シュート、ナイス、決まった、村越、ナイスゴール、シュート、決まった、村越、17番帰ってきた村越健太、右足一閃、いや見事でしたね、いやよく決めましたね今のは、今シーズン3、いやこう出したくない、打ってきた。クロスバー強襲、28番の選手、あ危ない、ヒットチャンスになる、うん、これはゴールの外側でした、これはつながりませんでした。そしてここで長いホイッスル、試合終了です、うん、やりました南葛 SC 3対0、見事ホーム戦を制しました。